下部組織出身ロメウ、バルセロナ帰還。バルセロナは19日、MF オリオル・ロメウの加入についてジローナと合意したことを発表した。契約期間は2026年6月30日までの3年間となる。2004年からバルセロナの下部組織に在籍していたロメウは、2010-11 シーズンにトップチームデビューを果たしたが、1試合のみに出場した後は2011年夏にチェルシーへと完全移籍。その後、バレンシア、シュプットガルト、サウサンプトンを経て2022年夏からジローナに加入し、31歳で過ごした初シーズンはラリーが33試合に出場していた。バルセロナでは、長年にわたって中盤の底を支えたセルヒオ・ブスケツが2022-23シーズン限りで退団。後釜探しに注目が集まっている中、候補の一人として挙げられていたロメウを獲得するに至った。移籍金は800万ユーロ約12億5000万円と報じられている。なお、入団発表に関する詳細は追って伝えられるとのこと。契約解除金が4億ユーロ約626億円に設定されていることも明かされている。どんな形であれユース時代を過ごしたクラブに戻ってこれるのは嬉しいだろうな。頼むからちゃんと選手登録して、ちゃんと給料を払ってあげてほしい。ロメウ、お帰りなさい。期待度は高くないみたいだけど、ルークやパウリーニョのように活躍してほしいですね。久々の帰還、頑張ってほしいです。800万ユーロ?どこもそんな高額な報道してなくね。よくて400万ユーロ低くて300万ユーロの移籍金だと報じてますよ。逆に800万ユーロって報じてるメディアどこなんですか?トップチームに定着できなかったのに晩年戻ってくるカンテラーノは珍しいな。良い意味で期待を裏切ってほしいな。ギュンドアンに続きロメウにもこんな高額な契約解除金つけて、どうするんだって話よ。帰還はいいけども登録できるの?登録できるのかそこですな。お帰り。金の問題は大丈夫なのか?近年のバルセロナ矢印キャリア終盤に来るクラブ、近年のマドリー矢印未来ある若者を集めるクラブ。年齢に関係なく、ただいまだけに必死。おめでとう。よろしければ、チャンネル登録、お願いしまーす。